セベーロ・オチョアであるボルノスは、スペイン出身のアメリカ合衆国の生科学者で、1959年度のノーベル生理学・医学賞の受賞者である。オチョアは、スペインのアストリアス県ルアルカで、弁護士でビジネスマンの父、セベーロ・マヌベル・オチョアと、母カルメンでアルボルノスの間に生まれた。父親はオチョアが7歳の時に亡くなり、母子はマラガに移住し、ここでオチョアは高校まで通った。 彼は、スペインの神経科学者で、ノーベル賞受賞者のサンティアゴラモンイ・カハールの著書を読んで、生物学に興味を持った。1923年、彼は、マドリード大学の医学部に入学し、カハールの下での研究を希望したが、カハールは退官した後だった。カハールの弟子で当時教授、後に政治家に転じて、首相となるフアン・ネグリンの勧めによりクレアチンの 研究を始める。1929年に卒業し、1930年に医学博士号を取得した。1931年にカルメンガルシア・コビアンと結婚したが、子供はいない。それ以来1938年まで、彼は様々な場所で様々な人と様々な地位で仕事をした。例えば、オットマイヤーホフは、ハイデルベルクのカイザー・ウィルヘルム医学研究所に、 客員助手として彼を招いた。1938年から41年まで彼はオックスフォード大学で助手として働いた。その後はアメリカ合衆国に移住し、再び様々な大学で様々な地位について研究を行った。1942年に彼はニューヨーク大学医学部の助手になり、1945年に生科学の助教授、 1946年に病理学の教授。1954年に生科学の教授となった。1956年にアメリカ合衆国の国籍を取得。オチョアは1985年までタンパク質性合成と RNA ウイルスの複製の研究を続け、スペインに帰国して政府や科学者にアドバイスを行った。1959年に RNA の合成に関する研究でノーベル生理学・医学賞を受賞した。彼はまた、1963年にパウルカラーゴールドメダル、1979年にアメリカ国家科学賞も受賞した。オチョアはマドリードで亡くなり、1970年代から計画されていた新しい研究所は彼の名前から命名された。また、 小惑星番号117,435の小惑星セベロチョアも彼の名前にちなんでいる。ありがとうございます。